皆さんこんにちは。主人公榊優也の声を担当します小野賢章です。ヒロインの柊木柚子の声を担当します稲村優奈です。よろしくお願いします。まずはこの作品の主人公である榊優也について僕から説明したいと思います。レディース&ジェントルメン。優也くんはですね、人を楽しませることが大好きな中学2年生です。小柄なんですが、かなり運動神経が高くて、アクションデュエルというものの腕をですね、日々磨いております。夢はですね、伝説のアクションデュエリストであるお父さん榊優章みたいになって、人々を楽しませることができるエンターテインメントデュエリストになることです。そんな優也くんの活躍をですね、皆さんぜひ楽しみにしていてください。続いてはアーク5のヒロイン柊木柚子の紹介です。たった今見せ物にはできないって言ったばかりでしょう。ゆずちゃんは優也くんの幼馴染ということで、同じ14歳、中学2年生の女の子です。ゆずのお父さんは優勝塾というのをやっているんですけれども、そこの娘なので優也くんと一緒に切磋琢磨しながらデュエルの腕を磨いている女の子です。可愛らしくて、そしてしっかり者の、そんなゆずちゃんを一生懸命演じていきたいと思いますので、ぜひ応援してあげてください。まず本当にキャラクターそれぞれがすごい明るくて前向きなキャラクターばっかりで、本当にそれを見ているだけで自分もなんか前向きになれるような、そんな作品かなって思っていて、本当にショーのようなデュエルを優也くんはするので、サーカスを見るようなあのドキドキ感というか、そういうのがあの作品の一つの魅力になっているかなと思います。でも普段の物静かな感じから、その優也くんをやるときは元気いっぱいの少年のようになるので、そういうやっぱりパフォーマンスとか あるんじゃないかなって思っています。ありがとうございます。そういう一面あるんじゃないかと。すいません、人見知りなんです。それをやっぱ優也のキャラクターに一緒に乗っかってちょっとぶっ壊していこうかなって。なの多分これから先なんか打ち解けてきたらいろんなものが出てくるんじゃないかと楽しい一面とかもっともっと出てきそうで楽しみにしてます。頑張ります。そして小野さん、稲村さん、アニメ期待しています